おはようございます。おはようございます。昨日の引きずりすぎじゃありませんか。まあ我々にしたらまあ時間して5分ぐらい前まあ言っちゃうとね、そうなんですけど、まあ、僕らは時間をもう操れる、さすがです、存在ですからね、はい、最後の勝負となりました。はい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 、これで決まるわけです。これで決まりますよ。マミツラップのアイドルが決まるわけです。そうですよ、まあ、大事だね。じゃ大事な戦いです。最後の試合どうしたの。だ唇さ、唇カッサカサになってこんなに水分持ってない早く終わらせたいということで、うん、でえ勝負これ、ティッシュで先をこうね、くるくるってしたこよりです。あ、こよりね。そう、これをね使って、うん、先にくしゃみをした方が勝ちです。くしゃみ噛むと思ってなかった恥ずかしいね。くしゃみ、くしゃみをした人が勝ちというね、個性的なやつですよ。これ考えた人ほんと大正生まれだな。大正、それはないでしょ。大正生まれじゃない。ということでティッシュをご用意しました。なるほどね。そうそう、これ使ってね、小寄りの作り方からも勝負始まってる。そうですよ、ね、ちょっとね、大丈夫ですか、作り方ご存知ですか。でもね、俺ね、小寄りでくしゃみってめちゃくちゃ苦手なんだよね。あ、一発もう出した方が勝ち。出した方が勝ち、一発ですよ。ちなみにね、天の声もね、できない、小寄りでくしゃみ。だってさ、こんなことしてさ、くしゃみしようと思わないじゃない。思わないよ。すでにだってなんかもう粉入ってるからさ、ムズムズしてる感じ。ムズムズしてる。俺怖いな、俺鼻水出ちゃうんだよね。ああ、俺もね、よだれとか結構慢性の鼻炎だからさ。慢性の鼻炎なの。やだなやだな、ということで、まあ、早速やっていただきますよ。まあ、心の準備はいいですか。もう先に一発出した方が勝ち。そうですよ。くしゃみ、もう何でもいいからくしゃみ出した方が勝ち。何でもいいからくしゃみ出してください。小寄りでね、くしゃみ出してくださいよ。じゃあいきますよ。出るかな。うん、怖い。準備いいですか。小寄りのくしゃみまで。まずどっちが入れるか。うちの穴がいい。そっちいる。じゃあもう一回、じゃあ左にしましょう、左に。いや、どっちでもいい。決められなくていい。入れる穴決められなくない。じゃあ小寄りのくしゃみまで、3、2、1、スタート。あー、もうやだ俺これ。いや、でもあー、気持ち悪い、気持ち悪い。あー、やだ、見てるだけで出る気しない。もう自分が出なくね。やべ、すげえ涙出てくる。地味が来たみたい。地味が来た。あー、離るね。あなんか、いや、俺ね、やだよね、もう。いや、出る気配が、出る気配がしない。あ、でも、あ、違う。どれがクションなの。それクション今の。いや、あ、ダメだ、意外と出ない。ちなみにね、これね、負けた人にはね、まあ、罰ゲームありますよ。涙だけは全然出るんだけど。なんなの、なんなの。ペクシューって出してくださいよ。ちょっとババめっちゃダメだ、出る、めっちゃダメだ、出る、これやばい。ちょっとさ、さあ、そうそう、そうやってね、ちょっとね、ティッシュが湿ってきたなと思ったらね、すごい分かりやすい。ちょっと奥深くなるね、すぐったくて涙本当に出てるね。あー、出る出る。気持ちよくて。ちょっと待って、勇気出せ、勇気出せ。本当に。ちょっと正常だぞ。やめだめだ、止まらないよ。もうなんか負けた。やめだ、止まらないよ。これじゃ出すこと自体が至難の業なんですよ。いや、もうちょっと勇気出せ。すげえ変な汗かいてきたもん。これ、これ何なんだ。あああああそんななんない。そんななんない。お母さんめっちゃ爆笑。ああ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 
入れが。いや、入れが甘いとか、その出る手配が全くないと思う。これ。もっと入れない。いや、入んないっすよ。なんで震えてるの？号泣。号泣ですよ。涙の汗が出ちゃった。めっちゃ甘いよ。もっと補足しなよ。もう一個電池しようね。違ってたよ。めっちゃやめてよ。人が言うなよ。もうね、岩田さんがね、口周りを涙の汗が出ちゃった。これね、多分ね、じゃ最後の1分にしましょう。残り1分にして、出なかった人、もう出なかったら両方とも負け。じゃあいきますよ、1分まで。よーい、スタート。ほんと苦手だわ、これ。おー、押してください。すげえ。いやー、岩田さん、今日もいい勝負でしたね。はい、ということで、ババズナさんが逆転勝利ってことでしょ。そう、逆転勝利ですよ。はい、どういうことだよ。マジムカつく。役者もむずい。岩田さんもおかしなことになってた。これやばいね。ボロボロになる。いや、俺無理だわ、あれ。これより無理だわ。小川さんはなんかいつもやってるっつって。うん、結構得意だ。いや、無理だわ、ほんと。ということでね、負けた岩田さんには罰ゲームが待っております。どんな罰ゲーム？やっぱねー、これなんだよ。これね、今までね、罰ゲームみたいなことやってたけど、もっとね、罰ゲームひどい罰ゲームが待っています。今回ね、そのためにスペシャルゲストをお呼びしました。はい、ガーシーさん。え？あ、ガーシーだ。そう、ガーシーさんが来てくれました。いいんですか、本当に。どうぞどうぞ。入って。いや、違う、そうです。何か。アメ玉探しに来た。違う。違うの。さあ、で、なんでガーシーさんを呼んだかというとね、もちろん恒例の、ビンタ。あの、小亭みたいな。ラオ、ラオ。じゃあ、おばさん。え？粉が散ってる。粉が散っちゃってる。ガーシーのビンタってこと？そう、ガーシーさんの本気のビンタですよ、ガーシーさん。遠慮なんかしないでくださいね。はい。ご褒美ですよね、さっき。右手やるもんね。あ、右手でいいですか？うん、いいよ。あの、ヒクロの恨みをさ、ここで話してもらうべきさ。立ってやる？うん。あ、いいね、いいね。ちょっと、大丈夫？ちょっと待って、なんでグーなの？殺すんだもん。大丈夫ですか？じゃあ、俺、吹っ飛んできたところです。怖いですよ、ほんと。あ、マジで怖え！じゃあ、ガシーさんのビンタ。マジで怖え！ちょっと待って、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 ガシー、俺は信じてるよ。はい、はい。あの、打ち抜いていいから。打ち抜いて、もう全然いいですよ。あ、ガシー、髪切った。振り抜いて。髪切りました。あ、可愛くなったね。ありがとうございます。いきます、ガシーさんのビンタまでね。3、2、1。ネッタル！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 すごい雪が。ありがとうございました。ありがとうございます、ガシーさん。すいませんよ。ご褒美だよ。ご褒美どうでした？ご褒美は喜んでんじゃん、ほら。どうなの？あいつマジで。あいつマジで何なの？いや、いい音鳴りましたね、素晴らしい。ありがとうございます、ガシーさん。顔ちょっと綺麗になってる。そう、綺麗になってる。ということで、いかがだったでしょうか。5日間ですよね。そうね。あの勝負。実質5日間。楽しかったですか。いや、本当そうです。年末年始特別企画。そうですよ。だいぶ体張った。体張りましたね。体張りましたね。でもまあ、あのターザンがまあ一応見事勝利を収め。勝利ですね。前回のガッシー。もう収め。まあゆくゆくはやるんでしょ。そうですね。そう。アイドル対決を、頂上決戦をやっていきたいと思います。そう、勝ちに。まあね、もちろん敗者復活戦もあるんでしょうね、多分きっと。なんでやりたかったでしょう。敗者復活戦あるでしょうね。もちろんね、これだよね。最悪だよ、もうそれは。かわいそうだな。ちょっと本当やりたかったでしょ。ガッシーもなんかやりたいって言ってますね。おっと、じゃあ2人のまた対決が見れるかもしれないし、まあとりあえずね、近々あるのはここで勝ったババゾノさんと、前回のね、アイドル対決の勝ったガッシーさんとの対決がもしかしたら見れるかもしれません。はい、まあね、ぜひね、その時はコメントでね、応援してくださいね。そんなことも容赦しないからさ。怖いな。そんなこともしない。ということで、5日間ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録を皆さんよろしくお願いします。はい。
いいですよね、もう閉めちゃって。その辺ね、はい、そうそうそう、はい、パソコンから見てる方はこの指さした方、スマホから見てる方は下の概要欄の URL からよろしくお願いします、はい、それではまた明日の15時まで。明日の15時から普通かな。そう、普通のもう普通のね、普通の、多分普通のやつ、今まで通りのやつをやりたいと思います。それでは皆さん、また明日15時にお会いしましょう。さようなら。